元美人騎士として、人気がありフジテレビの女子アナに転身した竹俣紅アナ。彼氏や結婚などの噂も多い彼女について徹底リサーチした。竹俣アナは2021年にフジテレビに入社した女子アナである。もともとは学業の傍らで、将棋界の女流棋士として2012年まで活躍しており、2019年に引退している。現在は報道番組などを中心に、キャスターとしての活動の幅を広げている。これは2020年の週刊誌にスクープされたものだが、以前竹俣アナはカズレーザーと歩いて、デートしていると報道された。このことに対してすぐ、カズレーザーは言及している。その内容は、単なる友人として遊んでいたということである。したがって、彼氏ではない。交際はしていないとバッサリ言い切ったのである。もっともこの報道が出た時は、竹俣アナはまだ女子アナになっておらず、タレントとして活躍していた時期である。それ以降はカズレーザーとの報道はされておらず、ファンの間での憶測に過ぎないが、交際しているかどうかは定かではない。女子アナとしての業務も始まり、忙しくなったことも報道が出ない要因と推測される。また竹俣アナは、将棋界を破門されたという噂があるが、これは完全なデマである。竹俣アナは騎士としてではなく、別の道で生きていくことを選択。その結果の自主的な引退であり、これは将棋連盟にも引退としてしっかりと記録されている。竹俣紅アナ自身が運営しているインスタや、などの SNS アカウントは存在する。カズレーザーさんもアラフォー世代になり、そろそろ結婚という時に熱愛の竹俣紅さん登場です。熱愛交際も報道されましたし、結婚間近という噂もありますが、カズレーザーさんの嫁は、フジテレビアナウンサーの竹俣紅さんという話。竹俣紅さんは元女流棋士で、渡辺エンターテインメントに所属していた。元タレントなので超可愛い。最近一押しのフジテレビの竹俣紅アナ。この美貌で早稲田政経卒。そして将棋の元女流棋士という、美、知、そして意外性という就活生としても、非常に優秀であろうスペックの持ち主であります。女流棋士時代と比べて、随分大人な雰囲気になったのは、カズレーザーと熱愛をしていたからに違いない。カズレーザーさんと竹俣紅さんの結婚説が出たのは、2020年6月30日のスマート FLASH から報道されました。真面目な二人は真剣交際で、結婚に至るとされているのです。カズレーザーさんの嫁は竹俣紅さんで結婚間近について、二人の熱愛報道が出たのは2020年6月30日のこと。カズレーザーと竹俣紅のデート報道で、マスクしてればバレないと思いましたって。言ってるけど赤い服着て赤い靴履いてマスクも赤で。さらに選んでる服まで赤でバレる気しかなく手笑た。カズレーザーと竹俣紅のデート報道では、マスク問題に話がすり替えれそうになりながら、ペアルックでショッピングを、楽しんでいるところをキャッチされています。カズレーザーさんのトレードマーク赤い洋服に、竹俣紅さんは赤い靴でラブラブ。カズレーザーさんは同志社大学商学部卒業。そして竹俣紅さんは早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。真面目は二人は相性抜群で将来の子と考えて、交際しているに違いないということらしい。カズレーザーさんの嫁は竹俣紅だよね。昔から気が合う二人の慣れ始めをご紹介。カズレーザーさんは、竹俣紅さんが女流棋士時代から両思いだったようです。もともと竹俣紅さんは、カズレーザーさんの大ファンと公言してますし、2016年頃から番組の共演以来、とても仲がいいのです。定期的にカズレーザーさんが主催しているクイズ勉強会には、竹俣紅さんも参加していたほど、カズレーザーさんの虜、クイズの勉強会に参加してまいりました。左から東大ヤンキー沢山さん、タレントの竹俣紅さん、気象予報士の千草ゆり子さん、私、カズレーザーさん、お笑いコンビシューマッハの中村龍太郎さん、先日のミラクル級の雪辱をいつか、
こちらは2016年11月16日に放送されたクリームクイズミラクル9で共演した2人。この時竹俣紅さん、カズ様一筋と公言してました。カズ様呼ばわりが話題となりました。竹俣紅さんは14歳から女流将棋一筋で、引退するまで恋人はいなかったそうですが、カズ様一筋発言で全てがひっくり返っています。カズレーザーさんも竹内校が好きだったことについて、ズレーザーさんも2018年3月9日に放送された全力脱力タイムズでは、カズレーザーさんも竹俣紅さんが好きなことが判明しています。番組では抱かれてもいい、抱いてもいい思ってる芸能人は？という出題があり、カズレーザーさんは真面目に竹俣紅と回答しています。抱きたい芸能人1位に挙げていた女性とスクープ、疑う余地はありません。二人は昔から両思いだったということらしい。カズレーザーさん曰く、竹俣さんは俺のことを好きって言ってくれてるから、俺はもうまっすぐなどとコメントしています。こうした素敵な二人の両思いを経て、スマート FLASH から2020年6月30日に熱愛交際が報道。カズレーザーさんと竹俣紅さんは結婚間近ではないかと言われているのです。フジテレビの竹俣紅アナが先月30日、情報キャスターを務めていた朝の情報番組、目覚まし8を卒業。今月2日に競馬中継番組、みんなの競馬に新 MC として登場した。朝の情報番組から競馬番組に移動したことで、一部では出世コースから外れた、左遷人事では、と指摘される事態となっている。竹俣アナは2012年、当時中学2年生という若さで将棋の女流プロとなり、抜群のビジュアルも相まって、可愛すぎる女流棋士、と話題に。バラエティ出演や、写真集リリースなどのタレント活動も展開し、様々な価値観に触れたことで、大学在学中に将棋以外の職業に就きたいとして棋士を卒業。2021年にアナウンサーとしてフジテレビに入社し、華麗な転身で世間を驚かせた。タレント性や話題性は申し分なく、即戦力かつ将来のエース候補として、鳴り物入りで入社した竹俣アナ。入社2年目の昨年4月に、目覚まし8の情報キャスターに起用され、いずれは番組 MC になるのでは、と期待された。ところが、わずか1年で目覚まし8を卒業することに。4月からは、みんなの競馬の MC と、夕方の報道番組、ライブニュースイットの、月曜から木曜の天気コーナーを担当している。みんなの競馬は初の番組 MC となるので、出世という見方もあるが、フジテレビの女子アナの王道出世コースは、高島彩アナ、加藤彩子アナ、長島優美アナら、歴代のエースを輩出してきた、目覚ましテレビなどの朝の帯番組だ。また、竹俣アナに競馬番組の司会をさせるというのも唐突感があり、目覚まし8の最後の出演時に司会の谷原章介から、競馬の知識はありますか？と問われると、彼女は今もう勉強中で寝る間を削って、勉強しております、と、全くの初心者であることを明かした。前任の堤レイニアナは、2016年の入社1年目から、深夜の競馬情報番組に出演するなどし、経験と知識を蓄えてから、2019年に満を持して、みんなの競馬の MC に起用された。そう考えると、完全など素人の竹俣アナにいきなり、競馬中継番組を任せるというのは疑問を感じなくもない。この人事に首をかしげている人は多く、複数のメディアが、出世コースを外れて左遷されたのでは、懲罰的な人事かなどと報道。長島アナが同じく3月いっぱいで、目覚まし8の MC を卒業したが、その後任に竹俣アナの同期である、小室エリコアナが起用されたことで、同期との MC 争いに敗れたのではないか、といった指摘もある。しかし、競馬中継番組に回されたからといって、
出世コースから外れたとは言い切れないようだ。戦術の堤アナは、みんなの競馬を卒業した後、夜の報道番組、FNN ライブニュースアルファの月曜から、木曜のメインキャスターに抜擢された。アナウンサーにとって報道は花形であり、同番組は富士のエース級だった。三田ゆりかアナが2019年から昨年末まで、メインキャスターを務めていたこともあって、局の期待の大きさが伺える。となれば、竹俣アナもみんなの競馬でしっかりと MC をこなし、評価を積み重ねていけば、左遷。同期対決で敗れた、といった見方を覆すことができそうだ。初登場となったみんなの競馬の2日の放送では、G1 レースの大阪杯で馬券を外したものの、優勝した竹豊騎乗のジャックドールを本命にしたことで、競馬ファンからいきなり本命馬的中すごい、才能ありそう、といった声が上がった。幸先のいいスタートを切った彼女が、アナウンサーとして今後どのように、評価を勝ち取っていくのか注目だ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。